然であってもよかったらしちゃいませんでしたね。はい、はい、じゃあ、はい、続いてこんな感じですけど大丈夫ですか皆さん。いや、お客さんが一番バッチリだと思いますよ。そうですね、一番、いや、まあ、MC バッチリですけど、はい、はい、じゃあ2回戦いきましょうか。はい、はい、2回戦覚えてます？2回戦じゃあ俺言いましょうか。お願いします。はい、いきましょう。はい、ボス、はい、VS、はい、レイス、レイスやってください。マイクもらってください。さっきの試合のレディーファイ超調子良かったんですけど。はい、あ、変わるんですよね全部。はい、あ、じゃんけんで、あ、決めといて。あ、ない、ないでしょうね。先行は5本、あと当たる先行は3本。はい、大ちゃん、なるほど。はい、え、大丈夫だよ。え、先行でしょ。ありがとう、パチパチして。はい、レースかっこいいよ。レースかっこいい。ありがとうございます。大ちゃん、俺が奥さんに呼ばれてる呼び名や。大ちゃん頑張って。大ちゃん、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 行きましょう。先行ルイス、後攻ボンズで行います。足を先生の3番、レディーファイン。うん、お前に今もらってるサラリー、それより美味しい話、そいつはギャラリー、それがわからない。社会のバカチンは速攻で破壊、すぐ破壊、決めにするかさらに高い山に上がり、パラジ飾り明かしかかりやばい、モノポーズ見せつけ、モノホンのマカドのことね、さらにやばい、花火上がるピューパーアリス、お疲れえよ、高い高いずっと入りや爆裂、そんな感じでやる豪華キャッチ、乗り込んだ船お前が乗って出口ない船焼かさくね。どんまいたな、こう思いとり一緒で幼いたな、ちっちゃい船八幡船、それよりちっちゃいチンコでマジ笑かすぜ。クイズの方がマジ枯れてる前と思ったら輝くぜ、まだ成長上で不明せずぜぜ、なんでも飲まないぜぜぜ、なんともない、それでも飲まない見たく完成してくぜ、俺のいいとこ超えて楽しい場所完成。間違いねえな、ちっちゃくの奥さんにはぴったりのサイズ、つけてるライフル長寿こめかみドーン、奥さんが勝利の女神、間違いはない、そうやってやってるラップ吐くだけ、えいしょ、お前が切り札ならカスタネット学べアルファベット、いや、お前の奥さんが勝利の女神だったら 3P 同時の手だし、するかわかんないで、お前の奥さんが何言ってるかわからんが、俺楽しませるかはバンガーみたいな、もうお前の見込むぜサラマンダー、またなんだかバッタけど雑貨バッタダメだわかべたサラマンダー、全然ビリビリ来ないな、お前のこのラップは超微妙だな、俺の方がしびれさ三脚、こういうところも影から暗躍、止まらないでどんどんやり出せ編み出せ、俺たちのこのラップショーケース止まらない like a running、 お前できてね自分のブランディング、うん、うまかったっすね、最初ね。はい、判定をどちらか片方で決めましょう。先行ルイス、ほほう、ボゼン、はい、勝者ボゼン、いきましょうね。内科 MC と MC ビキニ、内科 MC、レーサー MC ビキニ、はい、大丈夫ですか。はい、では、じゃんけんで先行を決めましょう。おっぱい見てるぞ、あいつ。おっぱい見てるぞ。ここで変わってください。できねー、はぁはぁ、いえいえいえ、行きましょう。先行内科 MC、 高校 MC リキビで行います。最初は説明の3番、レイ。Bye!
いよいよ来たなこの時が。お前 MC ビキニって名前なんだな。 MC バトル業界にも春が来たことを教えてもらったぜ。俺は昔からいる子さんの MC、 俺はなもう黒人とかなハゲとかボスとかマッチョに揉まれてるんだよ。いよいよ揉まれる時が来たな。ごめんなさい、私今日マジで MC バトル初めてなんで、なんか MC さんの凄さを今日ここに来るまで知りませんでした。だったら楽屋でラップ好きのマネージャーとスタッフがもし中坂だったらどうするビキニって言われたけど、ごめんなさい今そうなんですね。いいよ教えてやるよ。じゃあ俺のヤバさをお客を見てな、審査員を見てな、じゃなくて司会者も見てな、全員が笑かすバトル。ただのインフミのゲームとはまた別の俺の熱量なんて真面目なこと言ってるけど、ぶっちゃけお前のおっぱいに恋してるぜ。お前に興味が持ってもらえてとっても嬉しい。私はビキニチキニカムリかぶりたいと思っています。手取り足取り教えて弟子入りとかやってますか？本当に教えてほしいと思っています。弟子入りし、もうバンバン来いバンバン来いお前、もうパン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 やりたくなっちゃう。これマネージャー怒るんだよ、すいませんごめんなさいね。男の夢も叶えた男です。MC バトルでお前ビキニのお姉ちゃんとバトルする瞬間、まあ、次はバニーガールで来てくれな。バニーガールだったらお前あの弟子入りでも嫁にはできないけど愛人にもしてあげます。思うやつマジで誰もいねえなって思ったんですけど、男性ともやってもちょっともっと白熱すると思ってたんですけれどもちょっとでも今度 MC シンデレラ MC バトルがあるんで1月29日ぜひ見に来てください。お願いします。さあどうなるんでしょうか。お願いします。判定いきましょう。先行中野市MC ビキニ、そうだ知らないか MC ビキニ、よろしくお願いします。あ、ということで、もう決勝ですよね。はい、一緒ですね、はい、はい、ということで、では決勝に残っている2名の MC ボス、そしてあやか MC 出てきてください。チャンピオン同士だからね。やめて。あーあのバカみたいに騒ぐやつ83で、どうします。4でいきますよ。3?4 でやりましょうか。はい、アリキックさんのもう1個のビートですね。はい、はい、決めたいですよね。はい、じゃんけんしてください。おお、いいんですね。はい、ん4本、あ、4本ですね。はい、じゃあ4本でお願いします。バンブージョイン先行内科 MC 高校ボスで行います。8小節の4本勝負です。レディーファイト。ジョイシャンドのてっぺんに来て UMB 同士の戦いするとは思わなかったが、これはある意味サラリーマンと普通のやつの打ち上げ、そんな感覚さ。ロケットのように打ち上げていくのは俺かお前か、でもロケットのように打ち上がったら上空でボーンと跳ねるから、俺の事情でまだまだやります。俺なんて地に足つけてずっとやってんさ。あんた子供いるからもちろんリスペクトはしてるかな。ほいよ、ここで言うなら上司とプーか、大会 MC あんまり調子なんだ。Hey yo、 あんまり分からへんその苦笑い仕方ない。ネットカーペット小笑いじゃなく大笑い、もちろんそれに変えて適正適正生まれ MC が見せるテクニック。お前のテクニックは確かに良かった、でもテクニック的にはさっきのルイスの方が勝ちだったな。もしくは俺の好きなラインフォーの方がヤバかった。お前めちゃくちゃ滑ってんじゃねえか。上司と部下だったらお前にもなんかもう会場通告というかお前され。さてお前最終職先でお前なんかのハローワークで40分並べ、そして40分並んだ後にハローワークから泣いて帰れ。勘違いしてんじゃねえ、こっちが上司であったか部下だよ。さあこっちゃんと見ろよ、一目瞭然だろ、ビビって
な真面目な話の横で悪いがな、どう見てもなこっちが上司とお前が部下だ、わかるか。下働きはスーツで社長は私服、これ俺らが全体的に決まってるってこと。もしお前社長だよお前、俺はお前は雇い主の雇い主の下の方だよお前。この番犬がキャンキャンさばいてて、この野郎。お前早く子供作ってお前もいいお父さんになるな。もちろんお父さん狙っていくか優勝も狙うか、でもこういう頭固いやつマジで残念だ。私服スーツちゃんと着こなしてから、いやバカ野郎サラリーマン。いや俺に負けてあった次はいじけるバンダー間違いねえ。ボスさんもちろんビジネスマンじゃん。いやこれをないか MC ネクタイで首を絞めちゃうぐらいにいじめるアンサー。ネクタイはな首に絞めるんじゃない、俺のネクタイの製造は頭に巻いてタコ踊りなんだよ。お前それも分かってっか、お前その前にジョイサウンド杯だぞ、走りすぎんだ、もうちょいボケろお前。お前そこでなこのジョイサウンドでやる高校生よりも俺が伝えたいのはサラリーマンたちのお前忘年会での本気のディスり合い、なんだったらそこで上司に一発決めるぐらいのフリースタイルやり合い。上司にいつでもやってるわ、もちろん今の会社も転職で入ったし、伝説するときにフリースタイルでやってるからな。間違いないのよ、こうやって認められてた社長と会長、俺以来の真面目真面目とするサラリーマンとも真面目だもん。いつでもやってるもん、月に走って働いてるもん。そういうところもしょうがなくね、奥さん大好きなのしょうがなくね。はい、さあでも決めたいと思います。はい、ジョイサウンド杯というね名を冠したチャンピオンはどちらでしょうか。お願いします。先攻内科 MC、 後攻ボス、全国 MC バトルバトルビートジョイサウンド杯チャンピオン内科 MC、 おめでとうございます。センキュージョイさん、ボスにも大きな拍手をください。びっくりしたジョイさん。さあ正社員も上がってきて、はいはいはい、一勝でございます。あの後ほど、はい、あの賞金2万円はお渡ししますけど、はい、チャンピオンカラオケはチャンピオンカラオケチャンピオンカラオケやるんですか。あとにしましょう、あとにしましょう、あとでカラオケしましょう。ちょうど僕とあのラップ CM の社長の清水さんがいて、はい、2人ともあの社長なんですけど、はい、思いっきり私服だったんで2人とも私服だったんで、まあ、社長は私服ですよね。はい、あのちょっとねグッときますかね。グッとくるんですね。はい、あのそうですね、内科さんどうでした、あのちょっと今日やってみて感想は。いや面白いんじゃないですか。本当ですか、うん、あのまあ、ちょっと話したんですけど、はい、まあ、MC バトル、まあ、こういうことをやるのも、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、もう時代が狂ってるっていうか、う、まあ、いい方向になってると思うんですよね、うん、まあ、なんかこうやってね、あの皆さんこれ見てる方もぜひね、学校帰り、もうあのサラリーマンだろうがグラビアアイドルだろうが、はい、お笑い芸人だろうが、10代だろうが、歯医者さんだろうが、歯医者さんだろうが、いや、こうやって MC を楽しんでもらったらいいと思うんでね、はい、一応最後のやつは、あの、発射した4本でやったんですよ。あれは、はい、あの、途中で止める必要もなく、普通に、あ、そのまま終わる、ね、曲が8音になってるんですか。そうなんです、8音になってるんで。へぇー、まあ、じゃあ、決勝戦はまんま流しってことなんですね。できますんで。いいですね。そうですね、ぜひ皆さん楽しんでみてください。というわけで、優勝は、はい、全国 MC バトルバトルビーと、ジョイサウンド杯、はい、優勝は内科 MC です。すみません、2冠ですね。そうですね、はい、これがなんかシーズン通して年末にジョイサウンド杯のグランドチャンピオンやりました、ね。初代チャンピオン、グランドグランドグランドジョイサウンドさんから優勝賞金1000万で、おー、はい、わかりました。はい、じゃねえよ。すいません。はい、さっきもちょっといろんな話したんですけど、はい、やっぱりサイファーも最高なんですけど、はいはい、やっぱりマイクの使い方っていうのが、うん、クラブとか行かないと習得できないじゃないですか。なるほどなるほど。それを今度はサイファーよりも一段上げるためにこのマイクを使ったりスピーカーに流れてる音でやったりとか、多分ちっちゃいスピーカーから出てくる音よりもこういうところから出てきた音の中で自分の声がどう生きてるかみたいのを考えると思うと、やっぱカラオケって、まあ、まあ本来カラオケ自体がインストじゃないですか、はいはいはい、だからすごい理にかなった現場なんじゃないのかなと思ってますけど、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。あの本当になんか、はい、はい、なんか今雑ですよね。雑です。すごくこれ結構ちゃんと言ったのに、なんかすごい雑ですよね。お疲れ様でした、坊主。お疲れ様です。ありがとう、今日はありがとう、本当ありがとう、本当ね、ありがとう。
ボズ今日どうでしたか、あのジョイサウンドのこうやって MC バトル初めてだったと思うんですけど、感想は。そうですね、いや面白かったですね。あのマイク近づけた方がいい。あ、すいません、失礼しました。めっちゃ面白かったです、はい、あのなんか結構僕カラオケでフリースタイルする機会実は多かったんですけど、はいはいはい、なんかこういう本当に実戦形式のバトルというか、はいはい、そういうの初めてだったんで、うん、まあ、すごい緊張しましたけど、ビートもすごい音良かったですし、はいはいはい、返しも良くて楽しかったです。これ生音なんですよ、そのままの音で。あ、なるほど。そう、ジョイさんの場合そういう生音配信というのがあって、そのままの音でやれてて、で、あの、あ、実際これ戦国でかかるビートだから、はい、ね、実際ね、あの戦国にエントリーする方はね、はい、これでなんか練習とかしたらね、面白いんじゃないかなって俺は思ったんで。そうですね、はい、現場の、まあ、緊張感とかは、まあ、似てたし、何より音が良かったなっていう終始思いました。ありがとうございます、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。